はやてのごとく、はやてのごとく、はやてのごとくは、畑健次郎による漫画作品、はやてのごとくを原作とするテレビアニメ。ジャンルはパロディを主体にしたブラックコメディよりのギャグアニメだが、ラブコメディやアクションも描写されている。また原作同様、羊コメディなどと称されている。作品の内容によって制作会社とスタッフがそれぞれ異なる。なお 作中登場人物の一人である、西沢歩については、作中では主に西沢さんの故障が用いられるが、本校では以下、ふと表記する。本作は1億後、680万4、零円の借金を両親に押し付けられた、発行の少年、綾崎颯が誘拐しようとした大富豪のお嬢様、三千院、なぎの勘違いによって、彼女の屋敷で、 住み込みの羊として使える羊生活を中心に展開する羊コメディーである。2007年4月1日から2008年3月30日までテレビ東京系列局を中心に放送された。地上デジタル放送では16、9サイズのハイビジョン制作テレビ東京系列局のみ字幕放送を実施。2007年4月6日から2008年4月4日まで 夫泉とビュウェイにいて番組連動のラジオ、早手のごとく。ラジオザ・コンバット・バトラーが配信されていた。過去に、同系列局で放送された、アニメ、おとぎ重視赤ずきんなどの前例に倣って、土曜深夜34時のアニメと呼ばれることがしばしばある。2009年4月から9月まで、テレビ、東京系列で続編にあたるアニメ第2作シリーズ、早手のごとく。が放送された。 原作では物語の始まりは2004年12月24日だったが、アニメでは 200X 年の12月24日となっている。実際の季節とシンクロさせるために第1話冒頭から、いきなり桜が咲いている季節から始まり、原作通り年末が、舞台の第1話第3話は改装シーンの扱いとなっている。 その後も実際の放映時期の季節に合わせてストーリーがアレンジされており、原作とはストーリーの順序が大幅に入れ替えられている。そのため、原作において当初1年生だったハヤテたちは、アニメでは最初から2年生と思われる。マリアは第38話で18歳の誕生日を迎えているが、それ以降の話でも17歳と言っており、 節露も第45話の時点で29歳になっているはずだが同話にて28歳と言っている。原作、アニメとも、姫神という3000の元執事の人物が存在するが、アニメの姫神は原作の姫神とは別人の姫神茜である。第47話でメカ執事13号がネリー幕に飛来する隕石に体当たりして自爆する。 原作にはないエピソードが追加されている。第52話は第4巻収録の番外編であるが、2008年4月30日のゴールデンウィークから話が始まっていて、第51話終了時の春休み初日からゴールデンウィークまでの間のエピソードが丸々省略されており、ひなぎくとふが知り合う経緯も省略されている。主要キャラクターの初登場場面上日の 通り原作と話の順序が大きく異なっているため、早手なマリア以外の主要キャラクターの登場順が原作と大きく異なる。一家はアニメでの登場順である。流血シーンなど問題のあるシーンには見せられないよ。などが書かれたフリップを持った自主規制くんが被される。その自主規制すらネタとして使われる場合がある。原作の伏せ字の部分には P 音が入ったり、 キャラクターの口に自主規制君が被される。DVD 版では意図的にネタとして入れた部分以外は P 音を解除した音声が別音声として収録されておりメニュー画面で音声を選択できる。各話のサブタイトルの大事は原作者の母親であるハタリツコが牧書している。本作では CM 前後のアイキャッチが毎回変わり、 アイキャッチに登場するキャラの声優が、しりとりを行っていた。しりとりの内容は、声優によるアドリブで行われていた。しりとりは、第51話の時点で最後に、無がついたので終了。第52話は、アイキャッチもなく、CM から直接本編にという形となっている。この、アイキャッチのしりとりは、後と番組、絶対カレンチルドレンでも採用されている。 ED のスタッフロール終了後から次回予告の間にあたるパタパタアニメ風のコーナーで第6話第51話まで行われていた。時間は30秒である。当初はその名の通り、早手が立派な執事になって巨大なワルと立ち向かっていく奇跡を追うという趣旨で、なぎと早手が掛け合う形式であったが、次第に他のキャラクターが登場することも増えの執事通信となる。 ナギとハヤテのいずれかも全く登場しない回も珍しくなくなるなど次第にパタパタアニメ風短編コントコーナーの色を強めていた時にはタイトル画面のイラストを出演声優自らが書き下ろす回もありこの場合それを担当した声優名がタイトル画面にクレジットされた BGM は本作のキャラクターソングか OB 曲となっているゲストは 基本的に3週連続の出演だが、新規のキャラクターソングのリリースに追いつかない場合などは、再出演、再度キャラソンが使用されることもあった。なお、本編未登場でも、当コーナーに出演している場合、その回の ED のスタッフロールにクレジットされた。新番組予告及び、第1話第26話は早て。 第27話はなぎが次回予告の最後出た作品で使用されたキャッチフレーズを第28話第39話はなぎが次回予告の最後でトリビアを一言付け加える。第40話第51話は再び第1話第26話のパターンに戻った。第50話と第51話は上記のような他た作品で使用されたキャッチフレーズが使用されなかった。 本発売を控えて先行レンタル版が、レンタルビデオ店に流通している。2007年7月より、毎月1巻、全13巻で発売された。発売元、小学館、販売元、ジェネオンエンタテインメント。CDDVD 特典映像、特典機能初回封入特典全巻共通で、原作、畑健次郎描き下ろし、チラシの裏連載、早手のごとく。 裏漫画がつく。本放送との変更点アニメ第2作放映に、先駆けて、第0話にあたる OVA、早手のごとく。熱が、なっついぜ水着編が2009年3月6日に、DVD と、ブルーレイで発売された。発売元、小学館、ジェネオンユニバーサルエンターテインメント。販売元、ジェネオンユニバーサルエンターテインメント。 第一作のスタッフと比べ、監督、キャラクターデザイン、アニメーション制作等多く変更があり、キャラクターの作画にも、原作、第一作と比べ相違点がいくつかある。2009年4月から9月まで、テレビ、東京系列の新役にて、早手のごとく、のタイトルで放送された。全25話。主なスタッフは上実した大令和にあたる、OVA から続投している。 1> 第1作、第52話の ED5 にアニメ第2期制作決定という内容のカットが挿入された。作者は2年目を継続してやるほどの実績は残せたとのコメントをしている。アニメオリジナルのエピソードが多かった前作とは異なり、本作は原作6巻から14巻のエピソードを原作にほぼ忠実な形でアニメ化している。 ストーリーに関してもギャグ主体の前作とは一点、桂ツラヒナを中心としたラブストーリーが展開された。B パート開始時に登場キャラクターがトランプの絵柄で出ており、キャラクターと絵柄は毎回異なっている。第1話第4話の次回予告は、主にその回のハイライトシーンが流れ、登場キャラクターがその内容について語る。次回予告らしく、 冒頭から次の回のシーンが流れるようになるのは、第5話以降で本編でセリフがなくても次回予告のナレーションで出演している場合、その回の ED のスタッフロールにクレジットされた。第8話以降の BGM は ED のカップリング曲やキャラクターソングを使用している。なお、公式サイトにて公式サイトオリジナルの次回予告が毎週オンエア終了後に更新されていた。 2009年8月より DVD とブルーレイで毎月1巻ずつ全9巻で発売された。発売元小学館、販売元ジェネオンユニバーサルエンターテインメント。初回封入特典全巻共通で、絵描き下ろしイラストによるアウターケース世界を旅する早手シリーズと、絵描き下ろしイラストによるインナージャケット箱入り娘シリーズが付く。 風乳特典映像特典2011年8月27日より、劇場作品、劇場版早手のごとく。ヘブン・イズ・エープレイス・オー・エヌ・アースが公開。同時上映は、劇場版魔法先生・ネギマ。アニメファイナル。原作にはない原作者絵描き、おろしのオリジナルストーリーで、早手たちが、夏の田舎で過ごす内容。漫画内時間で8月27日。 キャッチコピーは、なぜだの同時上映。執事も、お嬢様も秋葉も夏の田舎も繋がっている。来場者特典として、魔法先生ネギマ、霊感、早手のごとく、99巻のどちらか一冊が先着で、プレゼントされた。2011年12月14日発売のコミック、第31巻限定版には、劇場公開版の DVD が同梱。 2012年2月29日に発売された映像ソフト版は約10分の新作カットを加えたエクステンドバージョンプラス99となっている。2012年12月29日にテレビ東京、テレビ愛知にて放送され、2013年1月2日にはテレビ北海道でも放送された。オープニングテーマ声優の山崎遥が推レン時。 ルカスターリング山崎春香名義でリリースしたシングル。2011年8月24日にゼネオン・ユニバーサルから発売された。表題曲、僕ら、駆けいく空へ、は劇場版早手のごとく。ヘブン・イズ・エ p プレイス・オ n エ a アースのオープニングテーマとして使用されている。ディスクジャケットには、スイレン・ジ・ルカが描かれている。僕ら、駆けいく空へ、 3時47分、フォーエバースター、4時23分、僕ら、かけいく空へ、フォーエバースター2012年7月4日、新しいテレビシリーズの制作が発表された。早手のごとく、キャント・テイク・マイ・アイズ・オフ・ユーのタイトルで2012年10月から12月まで、テレビ、東京ほかにて放送された。全1に話。なお、畑によれば、この第3作目は1作目。 二作目を直接引き継ぐシリーズではなく、後述する劇場版で培われた要素をフィードバックする新アニメになるという。夏休み後の9月からストーリーが始まっており、原作より先行した展開になっている。アニメオリジナルキャラである、つぐみるりが登場する。第七夜までは、CM 前後には、アイキャッチの代わりに、短編、CM またぎ劇場王が入り、o p 前、 p d e 後に、水曜どうでしょうの前枠、後枠のような早手による内容紹介が入っていた。時間予告の類は一切ない。話数表記も、水曜どうでしょうにちなんで、大夜となっており、サブタイトルはない。新アニメとはなっているが、原作の話に、つぐみるりを加えた話もある。そのため、原作では夏休み前の話であるが、今作の時間軸では、 夏休み後に変更されている話もある。最終回の放送後、次番組であるザンリミテッド評部、京介の予告を早手となぎが行っている。本作以降から、天の声によるナレーターは一切登場しなくなり、物語の後半からシリアスの強い作品となっている。また本編では、玉のセリフは登場しない。2013年4月より7月まで、早手のごとく。 キューティーズのタイトルで放送された。スタッフ、制作会社、主なスタッフは第3作目からほぼ続投。ストーリーは第3作目のように原作者の畑自身による書き下ろしではなく、アニメ化されていない原作エピソードをもとにアニメ独自の脚色を加えている。今作ではすでにナギは屋敷に戻っているが日によってアパートにも住むという生活をしており、 キャラクターによっては3000インゲの屋敷に住んでいた頃の原作エピソードも登場する。第11話、12話は畑原案のオリジナルエピソードとなり、第3作の直接の続編となる。原作における天の声は本作では基本的にカットされているが、一部は他のキャラのセリフに置き換えられている。CM 前後には前作同様、CM またに劇場が入る。 一話ごとに特定のキャラクターに焦点を当てた構成となっており、ED テーマもそのキャラクターによるキャラクターソングが使われている。放送開始の前週には直前特別番組として、テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知にて、早手のごとく、キューティ t s ハルーララ SP が放送された。この特番のナレーションは、アニメ第2作以来の若本のりょうが担当した。 前作では次回予告がなかったが今回では第2作以来復活予告で登場人物がナイスキューティーとキューティタッチをしていくサンデー連載7作品を連続 OVA 化するアニさん企画の一つ及び連載10周年記念としてアニメ化されていないエピソードをアニメ化2014年6月18日発売コミックス第41巻2014年9月 発売第42巻、2014年12月発売、第43巻特別版が発売。劇場版以降のアニメに登場がなかった天の声が、t v アニメ第2期終了から実に5年ぶりに登場している。また、発売の翌年に、松久留美優が死去したため、事実上、松来が、息しの声を演じる最後の作品となった。 2009年3月1日に横浜ベイホールにて、はやてのごとく。ライブ2009、ひな祭り祭りが開催された。第一作、第二作、第三作、第四作劇場版 OVA 総合はやてのごとく。に関するカテゴリー、劇場版はやてのごとく。Heaven is a place on earth に関するカテゴリー、やてのごとく。Can't take my eyes of you に関するカテゴリー、 はやのごとく、キューティーズに関するカテゴリー、ありがとうございます。